Hi everyone, my name is Yuki. Welcome to my Japanese channel. Today I'm going to help you learn Japanese verbs and make them easy to remember by acting them all out and introducing them in simple Japanese. Hi, I'm going to help you learn Japanese verb which is related to eyes. But before we get started to this lesson, if this is your first time here, don't forget to click the subscribe button and give me a thumbs up if this video helps you learn just a little bit more Japanese. Let's get started. 今、皆さんはこの動画を見てます。見てます。何人ぐらい見てるのかわからないですけど、たくさんの人が見てると嬉しいです。あとは寝るとき、皆さんは目を閉じます。目を閉じます。同じ意味で目をつぶるっていう言い方もあります。ですけど閉じるは窓を閉じるとかパソコンのタブを閉じるとかいろいろな使い方ができますけど、つぶるは目だけです。目をつぶる。朝になると目が覚めます。目が覚めます。コーヒーを飲むともっと目が覚めます。目を開ける、閉じる、開ける。この開けるは、お店を開けるとか、窓を開けるとか、お財布を開けるとか、いろいろな使い方ができて、閉じるの反対の意味を持ちます。ですけど、目が覚めるは、目が覚めるだけです。意識がはっきりするという意味です。ずーっと目を開けてると、目が乾きます。目が乾きます。なので、人間は瞬きをして目を潤します。目を潤します。瞬きをして目を潤さないと目が乾いて痛いですからね。実は、瞬きは名詞で、英語の動詞の blink は瞬きをするです。瞬きをする。ちなみに人間は1分間で20回瞬きをするそうです。結構多いですよね。ずーっと同じところを見ることを見つめるって言います。見つめる。けど、テレビを見つめるとか、映画を見つめるとは言いません。雲を見つめるとか、相手の目を見つめるとか、そういうふうに使います。怖い顔で相手を見ることを睨むって言います。睨む。ボクシングの試合の前とか、喧嘩の時は相手を睨みますよね。英語では、見つめるも、睨むも、どっちも stare かもしれないですけど、日本語では全然違いますので、気をつけてください。ところで、好きな人と目が合うと少し照れますよね。目が合うと少し照れます。なので、我慢できなくなって、その人から、目をそらします。目をそらします。もうずっと目が合ってたら恥ずかしくておかしくなっちゃうからね。僕の指を追いかけてください。目、回りましたか？目、回りましたか？今、多分皆さんは目が回ってます。目が回ってます。目が回ると気持ち悪くなりますよね。遊園地のコーヒーカップに乗ると目がぐるぐる回って気持ち悪くなります。僕も子供の時よく遊園地でコーヒーカップに乗って目が回りました。目が回りました。子供の時って言えば親の目を盗んで、親の目を盗んでゲームとか漫画とかしませんでしたか？アニメとかドラマを見ると教室で先生の目を盗んでお弁当を食べてる生徒とかいますよね。それです。相手の目を盗むとか、親の目を盗む、先生の目を盗むって使います。奪うと盗むって少し似てますけど、目を奪うと目を盗むは意味が全然違います。例えば、最近横浜でアニメのガンダムのロボットが作られました。で、すごい大きいので、それはたくさんの人の目を奪います。たくさんの人の目を奪います。みんなガンダムに目を奪われてずっとガンダムを見ていました。
大きくてかっこいいガンダムに注意を引かれるっていうことですね。僕も一回横浜でそのガンダムを見たんですけど、確かに目を奪われました。とてもかっこよかったです。最後は目を背ける、目を背けるです。人間、嫌なことから目を背けます。目を背けます。さっきの目を反らすとよく似てますけど、目を反らすは相手の目と自分の目が合った時に違うところを見ることを目を反らすって言うんですけど、目を背けるは嫌なことから目を反らすことです。逃げるっていうことですね。勉強嫌だなとか、お仕事嫌だなとか、けどたまには目を背けないで現実を見て受け入れて頑張ることも大事です。日本語の勉強から目を背けないで皆さんも頑張ってください。はい、Thank you for watching this Japanese lesson video where I hope you were able to learn a few more Japanese verbs. If you are new here, please don't forget to click the subscribe button and give me thumbs up if this video helps you learn a little bit more Japanese. 今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。